すみません。あともう一つ。とはいえ、贈り物をするんですから、謝るどころか感謝してほしいくらいですけど、まあいいです。これを壊さないように。綺麗だね。ありがとう。ええ、綺麗でしょ。とっても。その上実用的。それがあれば望んだものが何でも見つかるんです。何でも？あなたと父上が共に目指すと決めた場所を思い描くことができればの話ですけど。羅針盤か。とっても美しい羅針盤です。ささ、行った行った。船があるはずだ。はん、シンドリはダーリンが反乱軍の指導者だったって言ってたよね。なのに仲間がいないの。だった中部分が肝のようじゃな。後ろの岩陰に建物がある。そっちに行ってみる。ミーム、なぜドワーフはお前を嫌う？ああ、この水路の先にある入り江にな、掘削機を作らせたんじゃよ。掘削機？大昔に犯したわしの過ちの一つじゃ。時間があるなら止めに行きたいんじゃがな。右にある湖の掘削機を調べてみたくはあるがの、ここから煙も見えるじゃろ。でも探索する気がないなら、左の門を通ってダーリンのところに行こうよ。で、どっちに行くの？ダーリンのとこに行く？まあ、掘削機は行っても見に行けるし。これが板書ってとこかな。わしらの頭をかち割りそうなあの看板を見るに、どうやらここで会っとるようじゃな。ダーリンさんいます？会う約束してたか。ああ、いえ、約束するものだって知らなくて。借金の取り立てか？おい、腰に生首ぶら下げときゃ、ビビって俺が利子の上乗せ飲むと思ったら大間違いだぞ。オーディンの囚人を探している、うん、鉱山にいるはずなんだけど、あなたを頼れって。その斧、あの女の首もそれでぶった切ったか。彼女は私の妻だ。反乱しくじった後、行方をくらましちまったからディナーと気にしてたんだがな。しくじった？ああ、そうだ、みんなしくじった。フェイは死んだ。みんな死んだ。残ったやつがツケを払う。悪いが、囚人探しには手を貸せねえな。でも、その人ならオーディンを阻止してこの世界を解放できるかも。俺は二度と主審に歯向かうつもりはねえ。おい、待ちな。
持ってけ。これは罰金だ。腐った頭を持ち歩いたことによる衛生違反、主審の本名を口にした罪で2点減点、あとはそうだな、机を散らかした罪だ。罰金ちゃんと払えよ。いいな。お帰りください。こんにちは。おめえ、お帰りくださいって言葉の意味がわからねえのか。ディナーって名前だよね。あ、うん、わかった。どうもありがとう。これ罰金じゃないよ。後にしろ、敵が現れた。うわっ、だけど生き方を書いてくれたみたいだ。ドワーフが地図をくれたのか。そうだけど、あの人酒臭かったし、でも山の向こうの鉱山に続いてるみたいだ。はあはあ、ジュール助けてくれたんだ。武器を持たずとも戦う術はあるということじゃ。やっThank you.
これに乗れば山を登れそうだね。上からなら鉱山も見えるかな。ああ、ドワーフの列車に乗れるとは楽しみじゃ。どう見てもヘイムタルの仕業じゃ。こいつにおでこを焼かれたってこと。反乱軍の残党には懲罰が与えられるものなんじゃよ。ヘイムタルはオーディンの兵か。ギャラルホルンの所有者で筋金入りの崇拝者じゃ。疑う心を持たぬ者ほど恐ろしいものはない。着いたみたいだよ。行こう。こっち、列車があるよ。行く方法を探そう。きっと、テュールは力になってくれるはずだよ。オーディンも見つけてほしくないみたいだったし。解放して軍神が復活すれば、僕らに構ってる暇もなくなるよ。テュールが戦うならそれは、奴の勝手だ。もう使えんようじゃがな。ルーアの大広間を建てたドワーフバリのものじゃろ。うわ、あれドレキ、何があったの。警戒しろ。死んでる。うん、間違いないね。ねえ、もしかして。アトレウス！来るよ！うわっ！油断するな。他にもいるかもしれん。
きのドレキもあいつがやったのかな。侵略し合い、結果両者の身を滅ぼしたのだろう。下見て、鉱山だよ。きっとダーリンが言ってたやつだ。左に線路がある。列車があるかもしれんぞ。父上、オーディンと戦うのがテュールだけとは限らないよ。僕たちだって。他にも道は必ずある。ダメだね。うわ、これかなり小さい。よし、もう少し左。待って、僕から見て左。このまま、あともう少し左に動かして。よし、やったね。第2弾出発。で覆われてるけど、戻ったらブロックとシンドリに見せてみようよ。はい。ねえ、僕らはオーディンが信用できなくてテュールを探してるけど、考えたら戦ってまずい。Whoa!